はいどうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。前回は大監獄から脱出、何今のブイーンってやつ今の何ブイーンってやつ。前回だ、脱走できて、ここでパーティーして、めちゃくちゃまずいケーキ食わされて、で今からピラミッドの作成の続きを、やりましょうねっていうとこだね。じゃあピラミッド作成に取り掛かるか。ここでいいかな。はい、あとオアシスも作ってる途中なんだけど、砂の地面が続いてる。はい、もっと詳しく教えてほしいんで、 KWSK でお願いしたい。これはいいか、とりあえず。なんだろう、もっとあれかな、もっと緑、もっと緑入れなきゃいけないかな。ってことは草原団子さ、もっと作って痛い。草原団子を大量に作るか。肥やしもめっちゃあるしね。まあまあまあ、先ちょっとピラミッドの様子見に行くか。おお、2ページ目、2段目完成してる。おーおーおーおお、2段目が完成しとるやないか。めちゃめちゃ雨降ってるけど、これ落ちてすっ、あ、そうだよね、部屋2つしかないもんね今はい、よかったわ。2人がいない間にピラミッドの、2つ目の設計図を完成させておいたの。でけえなあ。はい、おめでとう。悪くないでしょ。なんか、ね、寝るとことかもここに用意しといてあげたいね、せっかくだったら。完成はもうすぐそこだ。エテに3つ目の設計図を書いてほしいぞ。かっこいいやつを頼むぞ。頼むな、開けせろ。でこれ3段目やってる間にちょっとオアシス様子見るか。はい、けどまたなんかやれって言われるんだろうな。はい、お願いします。必要な素材、はい、とにかくみんなでピラミッドの周りを発展させていくとしよう。フォーフォーフォー、改めて空っぽ島の開拓を頼むぞい。出生祝いをやろう。欲しいものはないか。ものづくりのかけらを集めるのが大変だ。この島に金、あ、それは思ってた。めちゃめちゃ思ってた。あ、作るのか。ベル。ものづくりのかけら集めるがよい。なんかくれよ、それは。ベルは俺が作るのはわかるけど、なんかくれよ。そういう話じゃったやないか。なんだあいつ。宣教師たちはなんとか追い払えたんだけど、今いつまた攻めてくるかわからないわ。これからはここでも教団の魔物との戦いが起こる。何か対策を考えていかなきゃね。そうだね、武器とかね、
渡しときたいね、強い武器とか。お店があって物が置いてあっていろんなものを交換できたら、それはそれで、それはそれは素敵な観光名所になるわ。まずはこのピラミッドの中に道具屋、うん、道具屋の壁掛け、つづら箱覚えろ、テーブル値札、うん、はい、 OK。 どう、ちょっと待って、作れるかな、ここか。これだ、これ値札、はい、値札を、うん、なんか買い物もできんのかな、これ1個で、つづら箱これ2つ、どこに作ろうかな。なんか左側さ、一応2つ部屋空いてるけどさ、なんかなんかな、あそこに作んのもな、なんか居住スペースにしたいよな、あそこは。で、道具の壁掛け、あとテーブルって言ってたよね、テーブル、テーブル、で、これ作って、テーブル、テーブル、こっちか？これか。板のテーブル。これ、これ1個でいいんかな？ 1 個。こう、ここ、ここが、こっちでもありだけどな。ちょっと待って、ちょっとちょっと改築、なんかさ、ここがさ、かわいい部屋じゃん、でここがさ、汚い部屋じゃん、なんかここのさ、かわいい部屋経由じゃないとこっちに入れないのってよくないよね。汚ねえやつがここにさ、ここは女の子たちのさ、花園なのにさ、ここに、ここ通って汚ねえさ、やつが入ってくるのはさ、よくないよね。銀。よし、一回壊す、ここ。こうして、で、こっち側に、扉つけといたったらいいじゃんね。よし。で、扉はどこに行った？扉？これちょっと5個ぐらい作っとこう。けどやっぱここに出るってことはやっぱなくし、なったのかな。アホになりそうだった。あぶね。アホになりそうだったわ。ここどうやって入んのってなるよね。じゃあ逆に、ここにすっか、ここの道具屋にすっか、なんか端っこの感じ、ここにしよう、ここにします。これ何、道具屋の壁掛け、端っこに、よし、こうしよう。で、値札、売れ。で、
んで、これなんでこれが、なんでこれ、ん、でつづ、もうワンスペース前にするか、つづら置かなきゃいけないからね、こうこうこうで、つづらをこうこう、ほらどうや、できたぞ、どうじゃ、中で働く商人がいないじゃない確かにおばさん、ちゃんと考えがあるんだから、お前がやれよ、お前働け、お前が働け、ここで、うん、マスコット的存在だし、埋めるぞ埋めるぞ、お前その耳だけ出して。素材島から商人、あーなるほどね、鶏の次は素材島から商人を連れてこいと、うん、ピカ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 島だって、ピカピカ島、どうしたお前、どうした、な、何を出してるその頭から、うん、トロッコのことが恋しくなってきた、この島でもトロッコに乗りたいぞ、頼むし、宿場所も敷き方も任せる、でもピラミッドの中を通すと楽しい線路になる気がするぞ、とにかく線路を200個置いてほしいぞあー分かったよ、ちょっと待って、どうする、どっからしよう、敵だ、敵襲だ、敵襲だ、どこだ、敵襲、これいつも敵が来る場所が分からんのだよな多分ね、ピラミッドの向こう側から来てる、来てるな、向こうだな、あ、いたいたいた、どうやってどうやって入ったん、マジでワープ持ちがいんのか、そっちに、やっぱりやっぱりワープ持ちがいんのか、黒霧がいんのか、黒霧、どうしよっかな、線路引くか、先線路と、あとベル、ベル、ベル、ベルをちょっと先作る、ベル、ベルはどこに、ベル、ベル、ベル、あった、これだ、これ、これを、あ、すごいあ、これでいいんだ、あ、これで、これでいいんだ、あ、なんか引っ掛ける的な、なんかやつじゃなくてさ、これでいいんだ、じゃあ、じゃあ、まあ、こ、ここに、ここに置いとこう、うん、よし、あ、これ邪魔か、邪魔かもしれない、うん、ここでいいか、で、線路200個をピラミッドを通してって言ってたな、線路周りか、ピラミッドの、ま、周りに200個並べるか、じゃあさ、あのすぐ反対側に行けたりしなかったりするじゃない、だからスタート地点、スタート地点はここ、スタート地点ここにしよう、ここで、ここからぐるっと一周させよう、よし、
あ、完成しちゃった。完成しちゃったんだけど。うん、えって、ちょっと今忙しいんだ。まあ、ペロちゃん可愛いからいいけど。え、一番上は一番上のフリーメイソン的な部分は、あ、分かった分かった、どいてくれ、どいてくれ。1、2、3、4、よし、1、合ってる、1、2、3、ちょっともう一段向こうか。3個、あれ1、2、あれ3マス、やばい、 A 型のところ出てきてる、やばい。横は3マス開けていこうか。200個どころじゃすまんかな、これ。もっといるな。こう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 、ボケし、あ、扉お、できたよ、うん、うん。どうせワープで移動すること多いんだろう。もちろんそれもいいけど、トロッコに乗って景色を見ながら移動するととっても気持ちよくて、とっても楽しいぞ。なんならこのマシモ共和国全体に線路を敷いてぐるっと一周してもいいくらいだぞ。お、そうだ、おいら島にもトロッコでつなげることを夢にするぞ。一人でやってくれ、そんなのは。地下にしてくれよ、地下そう、よし。マシモがトロッコでなんか気持ちよさそうにこう横切られるとイラッとするんで、地下掘って、お前は線路をつなげろ、この世界に。地下鉄を作れ、お前は。あ、ゴーソ、お、ゴーソ、ちょっと強そう、ちょっと強い。オンバーもなんか言ってる、うん。あ、そうか、商人だな。商人連れてくるのと、で、チャコちゃん、チャーコちゃん、チャコちゃん、ルルだ、うん。この調子でみんなで力を合わせピラミッドを完成させましょう。あとはてっぺんの飾りをどうするかですね。また設計図を、マジでまだ第4ステージ、うん、マシモナーン、どっちで作るかあなたが決めてちょうだい。ほう、ちなみに、はい、ミルズはこれだ。あー、おー、なるほどね。あー、両手を上げた、なんか力強い、なんかゴーレムっぽい、ゴーレムを意識した魔人、うん。ちょっと待て、で、マシモは、おうおうおう、普通普通だな、えらい、えらく普通だな、うん、うんうんうん。いやけどさ、正味別にこの島でそのゴーレム的意識出す必要はないと思う。もうそれはオッカムルで済んだ話だ。空っぽ島にそれを持ってこられても困る、こっちにする。向こうでゴーレムは作ったし、そんなブサイクなゴーレム作られても、俺ゴールドンヘッド作れるし、なんだったらゴールドンヘッドにした方がゴールドンマンっぽいし、ゴーレムっぽいし。ミルズ却下。
帰ってくれ、お前は。おっかむりに帰ってくれ。却下だ。うん。よし、働け、やろうとも。うん。何？要所筋肉起きなく使うんだ。なんだ筋肉起きなくて。まあまあとりあえず完成待とう。スースースー。スー、いて。かん。あ、無意味に集めてしまった。それはすまんと思ってる。ちょっとさ、一応さ、一応ちょっとベッド置いといてあげようか。一応ね。いっぱいあるし、これを10個ぐらいちょっと。ここ寝室にしよう。一マス開けて、こう。こう。こう。うん？こう。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 明かりがいるんだよね。明かりランタンとランタンどこに置く？真ん中にする？真ん中。寝床。よし。睡眠はそこで取るように。で、ちょっと待って、線路を一応ちょっと先つないどくか。あと90個ぐらいあればいけるっしょ。で、線路つないで、で、ピラミッド完成待って、あと商人連れてこなきゃいけないよな、商人。商人を連れてこなきゃならん。どうしよう、目離してもいいけど、スランク。で、こっち側から。ここ。よし。ドリル。よし。さあ、シド、走ってついてこい。ドリルトロッコ。ドリル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 。楽しいドリルとトロッコ楽しかったけど、これ室内でやってたら大惨事だったな。危なかった。危ないところだったわ。じゃあちょっと待って、草原団子をちょっともうあと10個ぐらい作って。
で、うん、こればらまいてから行くか。ここ隙間ちょっと埋めてから行く。あっちだな。たださ、なんだっけ、そう、元はどれだ。元全部使っちゃった。そんなことないよな。ないな。どっかにしまってあんのかな。これ一段ずつ。あ、間違えた。あ、バターッ。吹き飛ばしちゃったよ。しゃあね、吹き飛ばしたんならもうしゃあない。せっかくいい感じにヤシの木あったのに、もうショックだ。じゃあここに、うん、こうするしかないの。で これがちょっとなんかいびつな、せっかくいびつな感じになっちゃったから、うえ、何完成したのね。あ、え、まだ俺的にはまだ完成してないんだけど、まだ完成、俺的にはまだ納得いってないぞ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれよ。なんか終わっちゃった、オアシス。開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったのを得て、ああ、メダルだ。ええんか。リフォームコテ、うん。やっはー。何ができんだろう、これ。手持ちのブロックを選び、地面や壁に向けてコテを使えば、そこが選んだブロックに置き換わる。5個達成したらリフォームコテを強化してやる。マジで？なんかすごいもんもらった気がする。おお、とっととやりたまえ。別のブロックに塗り替える。選んだブロックに塗り、 R2 横。ちょっとやってみる。いや、ちょっとうっせえうっせえ、カチュアルだ頭。これで R2、 今はリフォームできない。あ、こういうことか。例えばじゃあここ。おお、ほんと置き換えることができるんだ。これいちいち壊さなくてもいいから便利だね。便利だね。ちょっと待って、これちょっと回収したいから。あれ、ツボ、これでちょっと組み取る。スッ、よし。んで、そう、ここら辺も、おりゃ。オアシスっぽくしていこうぜ。ここも、ここもうなくなっちゃったな。まあまあ一旦こんな感じにしとくか。一旦ね。
んじゃあリフォーム工程ももらったところでなんとか島なんとか島行くか商人探しに行くか商人探し行きましょう。手紙はジュエルンから来た。すげえおしゃれな便箋で。やだ、得て魔物が字を書けるかって思ったわね。そういうの偏見って言うのよ。オッカムルのみんな元気かしら。こっちはゴルドンもみんな元気。アラクレッチもすごい肉感よ。私も最近筋肉を鍛え始めたわ。もうすぐムキムキの踊る宝石よ。どの部分が筋肉なん？ピカピカ島って言ったらね、どうしようかな。ここら辺ね、チェックしたいんだけどね。もっとまだ結局ほとんど行けてないから、鶏取りに行った時行ったきりだからな。だけど完全に作業会になるから、裏でやる？それもそれであれだけど、素材集めたいし、さあ行くぞ船長この3人で動くとなんか監獄に行っちゃいそうだな。なんか監獄経由。あ、これね、こうやったらね、いろいろ見れることに気がついた。すごい、これいいね。普通。おお、すごいね、いいね、すごい、なんかかっこいい。素材島、ピカピカ島。よし、じゃあ商人連れてくるよ。チェック。チェックしながら行くよ。あ、もう完全トラップだ。話す。チェック。やっはー。ほっ。チェック。恋グレイは。商人、鉱石系があんのかこの島は。あ、溶岩もある、倒すよな。キャタピラーの赤うーし、強いな。うわ、マーブル岩、懐かしい。ちょっと爆弾岩壊しときたいな。やっぱ爆弾欲しい。盛り土、爆弾壊せ。目が、って離れ離れこいつ硬えな。あん時っていうか、硬くなってる。オッカムルのやつより硬い。何これ、ぷよぷよゼリー。スライムじゃなかったこれ。そっか、そうだ、こうだ、うらぁ、
お前にはお前にはこっちが効くんだったな。忘れてた忘れてた。うらザコがこれ持って帰りたいな。油がいっぱい出るだけだった。ミステリーロール、ちっちゃいちっちゃいミステリーロール。眠らしてくるだけ、何もしてこない。眠らしてくるだけ。これチェックできない、溶岩はチェックできない。マグマ岩、これ無限無限に牛連れて帰れる、もしかしてこれ。何匹、ああ、やった、今日は焼肉パーティーだな。帰ったらみんなで焼肉パーティーしよう。一回戻るか、一回戻ろう。こんなに牛がいたらちょっと動きづらい。すぐバグる。うん、何、なんか牛連れてきたらなんか開拓レシピか完成した。はい、よし、牛を連れて帰る。はい、牛死亡しました。牛、お前ら、お前らさ、いつもそうやこうやってさ、動物こうやってこっち行くのはいいけどさ、どこ行ってんの、いつも。鶏どっか行ったしさ、どこに行ったんそれ。殺されちゃったのかな。もしかしてニワトリもどっかにいる？え、牛落ちてない？落ちてるー。どうすんの？どこ行くの？これから。何あれ、でかいのがいる。こんなん倒すっきゃないでしょ。パシバルだパシバル。おお、やるぞやるぞやるぞ。こんなんやるしかないでしょ。大ボスでしょ、こんな悪魔の騎士かな。いや、硬いな。これ長期戦だ。大丈夫、避けれる避けれる。ベギラマ？ギラ的な？一発20、まあまあ重いけど、まあいける、耐えれる耐えれる耐える、避けれるし耐えれるし。怖い、これはやばいな。それ食らったらまずい。それ魔法、これ絶対何かいい装備開発できそう。ちょっと戦うポジションがさ、背後取れないっていう。ちょっと距離取ろうぜ。おれ、ここじゃ。75。
いやーん、ちょっと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 距離、ちょっとこっち来ない、こっち来ない、ちょっとこっち来て、こっち来て、ちょっとちょっとこっち来てくれん。もうここじゃちょっと戦いの溶岩がもう、炎吹く炎吹く炎吹く、あとちょっとあとちょっと、かいかいかい、よしよし、こっち来い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 、よし、やばい、溶岩が広がってる、こいつが壊したからだろう、絶対。炎だ、炎炎炎、大文字、あ、いけそう、もうよーし、何を思い、何も思いつかない、何も思いつかない感じ、やばそうなのがいるな。おー、やるよな、倒すよな、なに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 、あいー、ギガデイン、ギガデイン、ライデインか、うん、まあまあいけるいける、よければなんてことはない、これは離れる、危ない、よっと、やっぱ HP 高いな、よっ、これ離れて、危ない、くらえ、ちょ、悪魔の騎士より強ない、 HP 全然減らない、食らえたらどんだけ食らうんだろう、怖いな、よけていい、よけていい、シャカでーす、よけてーす、あーちゃーす、完全に今狙い撃ちだったろ、今よけた先に攻撃してきやがった、あ、しびれる、しびれると動けない、いやー、満月灯が必要だ、それずるいって、くらえや、よけてよけてよけて、よーし、ザン、よし、レベル上がった、20、うん、やっはー、風神の盾来、力の盾の次は風神、いいね、うーん、どうしようかな、ちょっと時間的にあれなんで一旦ちょっと中途半端だけど、ここで一回区切って、証人探しからまた始めますね、はい、お疲れ様でした。